マスコミのアベロスが気持ち悪すぎる。皆さん、こんにちは。ハにヤです。本日は2021年12月23日ですね。で、先にこの動画の結論を申し上げると、好き嫌いで主張するからバカがバレるということになります。 この動画では、令和3年にもなって、まだアベロスをこじらせているマスコミを一緒に笑おうと思ってますので、最後までお楽しみください。まあ、そんなおバカさんのおかげで、動画のネタが増えるんですけどね。では、早速こちらをご覧ください。こちらは皆さん大好き。東京新聞、もちつ記者の12月23日、午前7時56分のツイートですね。以下、引用です。本当に小さいな。帰ってすがすがしい。 安倍晋三氏、首相批判にいいね。岸田の動きの悪さ、指摘ツイートに反応か。岸田文雄首相の外交政策を批判するようなツイートに対し、安倍氏がいいねを押したという。以上ですね。 うーんこのツイートだけでも、正直言って、もちさんの記者としての無能さというか、何でも安倍批判につなげようとする偏見満載の発想が透けて見えてくるような気がしますね。まあ当たり前のことですが、与党と政権は一応別組織です。もちろん岸田さんは総理という立場であり、かつ自民党総裁という立場ですから、与党自民党と政権が完全に分離していると言えないかもしれませんが、それでも別組織 ですよねそして現在安倍さんは自民党の一議員にすぎません、まあ、もちろん最大派閥のトップじゃんというのもありますがそれと内閣は別の話です。でね例えば岸田内閣の大臣などが岸田さんの判断に対して批判的な発言をするのは内閣不一致となり問題が生じうるでしょう。もし仮に総理に対して反対意見を言うならそれは大臣を辞めて一国会議員に戻ってから発言するべきということですよね。 それこそ例えば死刑制度に反対の思想を持っていても法務大臣に就任した場合には法務大臣として死刑執行に対して手続きを進めるべきであってそれを止めるようなことをするならばそれは内閣を出て意見を言えということになりますよねでこのようなことを考えると内閣の一員ではない安倍議員が総理の判断を疑問視するような意見に対して同意するようなことをして何が悪いのか全くわからない で、ただこれだけではよくわからないので、もち氏の引用している記事もチェックしておきましょう。問題の記事は J キャストニュース12月22日の記事ですね。見出しは、安倍晋三氏首相批判にいいね。岸田の動きの悪さ、指摘ツイートに反応かですね。で、問題の記事は概要欄にリンクを貼っておきますので、よければそちらをご確認ください。で、記事の中身を読むと、安倍さんがこのようなツイートに対していいねをしたというんですね。すなわち、 岸田の動きの悪さは宮沢貴一や鈴木善光とダブりますとするツイートに対して安倍さんがいいねをした、まあ、同意をしたというそれだけの話なんですね。で、それに対して記事によるとこのように書かれています。以下引用です。21日頃から安倍氏のいいね欄のスクリーンショットが広まり大きな注目を集めた。真意は測りかねるものの岸田さんのこと嫌いなのかな陰湿すぎる。 安倍のマスク、粘土内廃棄は気に触ったといった反応が続出した。一方、これスタッフがやったのかな間違えたんでしょうと、安倍氏の意思ではないとの見方もあった。22日朝には、いいねは確認できなかった。以上ですね。 で、別に安倍さんが岸田さんの外交に対して不快感を示して何か問題あるんですかねまあ、それこそ例えば安倍さんは BS 日てるの番組で北京五輪についての外交的ボイコットを早く岸田さんは決断すべきだということを発言されてますし、岸田総理に対しての意見を表で言ってるわけですよね。そしてそんな安倍さんに対して、も月氏は、本当に小さいな、かえって清々しいですって。うーこの人何言ってるんだろう もちろん記事にもあるようにすでに問題のいいねは消えています。まあ、したがってもしかしたらこのいいね騒動はすべて捏造である可能性もあるのですがまあ多分そんなことはないでしょう。まあ、だから安倍さんアカウントが一度いいねを押してそれを取り消したのは間違いないと思いますよ多分。 で、まあもしかしたら本当に安倍さんはミスでいいねをしただけかもしれないので、何とも言えないのですが、もし仮に安倍さんサイドが騒ぎに気づいていいねを取り消したとしたなら、そっちの方はちょっと問題かなとは思いますけどね。まあですから仮に持月さんが騒ぎになっていいねを消すのは本当に小さいな。かえって清々しいと語るなら、まあまだそれはわかりますけどね。 とはいえ、新聞記者として、表現力なさすぎて、誤解しか生まない文章書きなんてやめちまえとは思いますけどね。まあですから、素直に読めば、記事の論旨であるように、岸田さんへの批判的な安倍さんの態度を、もちきさんは批判したんでしょうね。で、以前別動画で安倍のマスクについてもお話したように、批判すること自体はいいんですよね。しかしその批判がまともな根拠に支えられて、初めて批判は説得力を持ちます。 今、野党支持者や、与党に批判的な、批判で多いのは、ただ批判してるだけで根拠が軽薄。そんなものを見ていると、あれはむしろ、野党への嫌がらせでしかないですよね。あんなのに付きまとわれてる野党を応援する気になれない。もういい加減、安倍さんから皆さん離れたら、岸田さんが安倍さんの区別であるのに、安倍さんと岸田さんが決別してるとか、呼んでる方が混乱することばっかり言うから困る。 望月さんの行動もまあ根拠が。ヨホトハベさんが嫌いなのかなそんな理論に基づかない新聞記者なんて何の意味があるんだろう私はね、望月さんのプライドというものに関して疑問を持つんですけども皆さんはどう思われたでしょうかぜひともね、皆さんのコメントをコメント欄でお待ちしております。では、ぜひともチャンネル登録、高評価そしてね、概要欄のチェックもお願いしますね。動画のチェックも忘れずに。ではね、バイバイ。